グラームズ城グラームズ城は、スコットランドアンガス州、グラームス村にある城。発音は、グラムズとなる、ストラスモワキング伯爵夫妻の居城であり、一般に公開されている、ジョージ6世妃エリザベスが、幼年時、彼女の事情マーガレットはこの城で誕生した。城を描いた絵が、ロイヤルバンクオブ、スコットランド発行の10本土紙幣に採用されている。 グラームズ城内部の天井にされた漆喰は細部までの保存の良さから顕著なものとされている。城は様々なフィクションや伝説の材料となっており、そのためにスコットランドの他の城よりも不気味なイメージが持たれている。グラームズ城はストラスモアの肥沃な低い渓谷に位置する。北部のグランピアン山地と南部のシドロー丘陵に挟まれている。北海から 20km 内陸に位置する。 城を取り巻くエステートは1万4千エーカー以上あり、広大な庭園もある。製材や牛肉の生産が現金収入を生む。エステートから2つの川が流れている。1つはグラームスバーンである。グラームスバーンを望む樹木園には世界中からの樹木が集められ、中には稀に樹齢100年を超すものがある。鳥類と野生小動物が エステート内に生息している、城内に庭園に面したティールームがあり、一般公開されている。ディナーや結婚式などの行事に貸し切ることもできる。冬のグラームス城、1880年頃最も有名な伝説は、グラームスの怪物である、一族の一員として生まれた子供がゾッとするような恐ろしい異形であったために、一生城内に監禁され、死後に、 居室ごとレンガで塗り込められたという話である。他の怪物話では、白金庫のカルダー湖に住まわせていたというものもある。また、別の伝説では、一族にはその世代ごとに、吸血鬼の子供が生まれ、その子供は部屋の壁の中に塗り込められたという。古い話では、グラームス城に滞在していた客たちが、 怪物の塗り込められた部屋を見つける駆け押し、すべての部屋の窓からタオルを吊るした。彼らが城の外から窓を見ると、いくつもの窓からタオルがなくなっていたという。怪物の話は、おぎるびきの実話から触発されたものである。おぎるびきの有名な図骸骨の部屋にはいくつもの足が塗り込められていた。 一家の敵林税家から身を守るためのもので、彼らは敵を塗り込みがしさせた。グラームス城の公式サイトによると、1034年にマルカム2世は、戦で重傷を負い、現在城のある場所にあった王家の狩猟用別荘で、死んだという、城内には46人収容の小さな礼拝堂がある。城へ来た観光客は、 ツアーガイドから礼拝堂に常に一席を占めていた灰色の貴婦人の話を聞かされる。ガイドによると礼拝堂は今もストラスモアク家の仕様として毎週利用されているが無遠慮に誰もその席に座ることは許されていないという。後、サーデービッド・ボーズ・ライアンが夕食の後芝生をうろうろ歩いているとすぐに城の窓の柵を握る少女を見つけた。彼は 夜になったところだったので取り乱してしまった。彼女が不意に消えた時彼は話しかけたが、誰かが窓から少女を引き離したようだったという。ビアーディ博はグラームス城へ客人としてやってきた。ある夜、彼は酒を飲み、カード遊びをしようとねだった。その晩はキリスト教の安息日だったので、当主は断った。生きったビアーディ博は、 悪魔とでも勝負してやると言い放った。知らない男がカードの表を返し、ビアーディハクが相手をお探しなら私がお相手しましょうかと申し出た。二人は部屋の一つでカードをやり出した。後で、メシ使いは部屋からかんだかい叫び声と呪いの言葉が耳にした。鍵穴を通して中を覗くと一瞬の閃光で目が見えなくなった。そして、 知らない男は消えていたのだった。多くの人が叫び声とサイコロを転がす音を耳にしたと発言した。白爵は未だに悪魔とカードをしているというのである。ありがとうございます。